7月5日、警視庁と鉄道会社が共同で開いた列車内での犯罪抑止を目的とする安全・安心ホットレイン東京キャンペーンに女優の滝本美織が登場。これは7月13日から9月12日まで鉄道事業者が推進するストップ暴力キャンペーンの事前啓発活動。滝本は女性警官の制服に扮して、駅や電車の中での犯罪は絶対にだ、記事全文を読む。